ペグニッツ川、ペグニッツ川、ペグニッツ川、ペグネッツは、全長 115km、ドイツ、バイエルン州のフランケン地方を流れる川で、レグニッツ川の右岸川、すなわち東側の源流である。この川の名前、ペグネッツは、889年に遡って、ペイニナの名前で現れる。インドゲルマン語で、流れる水を意味する防具マイナスに設備後 NT を、 つけたものが変形したと思われる1119年にペグニッツの町が初めて文献上に現れる時の名はベゲンゼであり1196年にはビッグナッツの名前で登場し現在の名前になるのは1329年のことであるペグニッツ川の水源はペグニッツの町のシュロスベルク山標高543メートルに位置している この山の標高425メートルのカルスト地形から流れ出した水は、ペグニッツ川となり、まずペグニッツの中心街を流れ、その後、南に向かって、ノイハウス、フェルデン、ヘルスブルック、そして、フレンキシェシュバイズイコールフェルデンシュタインの森自然公園の中を流れる。ここからペグニッツ川は方向を西に変え、ラウフ、ニュルンベルクを通り、フィルトに至る。 フィルト中心街のすぐ北側の標高283メートルの地点でレドニッツ川と合流し、レグニッツ川となる。川やその岸辺には多くのカモ、オーバン、白鳥やカモメが住んでいる。ペグニッツの町の北部のペグニッツ川水源一帯、すなわちバイハーグラーベン川やフィヒテンオーエ川、ペグニッツ川自身の上流が流れているあたりは多くの独自性を持った不思議な場所である。 ペグニッツ川の水源の一つは、ペグニッツの中心地から北に、約 8.5km、黒い線から約 3km 南、シュナーベルバイトからはわずか数百 m 北の、クライモースバイハーに位置する、距離は出雲、直線距離。この辺りは、広さ15ヘクタール近く、標高447.5メートルの池があり、マイン川とペグニッツ川の分水海となっている。 その水の一部は北へ向かって、ローテンマイン川となり、一部は南へ向かう、バイハーグラーベン川となって、ペグニッツに注ぐ。したがって、この池は地質学的に特徴があるだけではなく、最終的には、レグニッツ川がマイン川に注ぎ込むことで完成する、巨大な水の沿岸の出発点にあたる、ヨーロッパでも稀な分流装置の役割を果たす池となっているのである。 ペグニッツ川の最も重要な水源はフィヒテン・オーエ川である。この大川はアカマイン川の水源からそれほど離れておらず、クライモースバイハーから6キロメートルほどのリンデンハルトの森から湧き出す。この水源はアウトバーン A 級沿いのリンデンハルトの北側にあたる。フィヒテン・オーエ川は、ここからペグニッツの町の屋や,や上流までバイハーバッハ川などを入れながら川幅を増しつつ、 下体域、二手に分かれる。この右側の流れが、ペグニッツの町で、ここまでわずか数百メートル程度の長さしかない、小川であったペグニッツ川と合流するのだが、その後も、この川は、ペグニッツ川と呼ばれることになる。ペグニッツの小さな公園、ビースベイハーで、バッハクロイツンク、川の交差点と呼ばれる、さらなる特徴を見ることができる。 分裂したフィヒテンオーエ側の左側の流れ、ミュールバッファ川がまっすぐに流れてきたペグニッツ川、つまりはかつてのフィヒテンオーエ側の右側の川底の下の導水管を清水圧を利用して通って左から右に位置を変えてバッサーベルク、水の山に向かう。バッサーベルクでも不思議な光景が見られる。ペグニッツ川がこの山の周りを取り巻くように流れて、 ミュールバッハ川から離れていくと、その山のレーシミューレという場所でミュールバッハ川は消えてしまう。そこから直線距離で三百メートルほど下った山の南斜面で川は再び現れ、ペグニッツ川に流れ込む。この間、山の中を水がどう流れているのかは不明である。色水を使った実験で、複雑に絡んだ地中の岩盤の溝を通るので、アローコのルートを通過するには、 地上のペグニッツ川の4倍の時間が必要であることが分かっている。上流から川口へ向かって順番に、遅くとも中世以降には、この川はこの地域の重要な経済の生命線となっていた。魚は食料となり、水力は水車を回した。1909年2月の大規模な洪水以降、川は ニュルンベルク市内をまっすぐに流れるようにされ約 4km 短縮された。1996年以降、リュロについて計画、施行が行われ、ニュルンベルクとフィールとの間のリュにカーブを設けることで、再び延長され、自然に近い状態となった。ニュルンベルク中心部の東側、メイギルドルフ地区とラウフアムホールツの近くのハンマー地区との間に、 ニュルンベルクの推理局は20以上のステーションを設けたペグニッツ川東部自然体験証券を整備している。ペグニッツ川はまたカヌーやカヤックを楽しむことができるスポーツ体験の場としてもよく知られている。これらを通して急流とゆったりとした流れを同時に味わう自然体験ができるようになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。